スクウェア・エニックス・ノベル。巨万の富と最高峰の武力を持つも滅んだ国ルデク。一般文官だったロアは奇跡的に炎に包まれた城から生き延びる。失意のまま年を重ねたロアがある日目を覚ますと、祖国が滅びる2年前、42年前に戻っていた。自分の記憶と未来の経験を武器に祖国滅亡を回避し、仲間たちの命を守ることはできるのか。歴史を変えることができるのは僕だけ。これは一人の文官の奇跡から始まった成長と変革の物語。滅亡国家のやり直し、今日から始める軍師生活。ベルプペイとあだ名される公爵令嬢レティシア。しかしその儚げな容姿とは逆に、中身は包容力と豪胆さと子供らしい傲慢さを持ち合わせた屈指のスパダリであった。そんな彼女と婚約が決まったのが、女性関係に難ありと噂される呪われた第二王子ジルベール。彼の孤独と不器用な優しさに触れたレティシアは心を射抜かれてしまい、ベルプペイのスパダリ婚約、好みじゃないと言われた人形姫、我慢をやめたら王子がデレデレになった、実にうい。銀賞受賞作は以下の3作品。各受賞作品の詳細はスクウェア・エニックス・ノベル大賞のホームページをチェック。